はあ、ああ久しぶりやわ。なんかプラモデルが重たすぎて袋が破れたやんな荷物がね多くて袋が破れましてね、車まで持っていけたらいい言うて、店員さんがついてくる、ついてきてくれるって言ってね、ついてきたい、一言やな。うわ、シャア専用オリスやシャア専用オリスやって言って、はぁ、あ、久しぶりに買ったな。結構買ってんで、今日だけで満足感で言ったらね、満足度で言うたら、はあ、どれぐらいやろっていうぐらい買ったで、今日は満足感だけで言うたら、満足感だけで言うたら50万ぐらい使ったような気になるよな。50万ぐらい、うん、満足感だけやで50万ぐらい、うん、で値段の付け方がちょっとおかしいんな。値段の付け方がちょっと変わってんねん、なんか相変わらずやねんけど、あの僕の価値基準やな、僕の価値基準とね、あのお店の価値基準がイコールになれへんねんか。あつー、近くに学校があるぞ。ああ、士官学校時代を思い出す。やっぱりやねんな。でそれとあのユーチューバーはあの買い取り同じ傾向の強い人やな。傾向が強い人はおそらくあの同じ傾向のあるものを持ってきて、で多分売っていくねんって言ったら、出張買い取りらしいね、これ。ここの今日のやつの僕の主力やな。出張買い取りでめっちゃあったらしいねあるやつが、わかるわーって、俺も死んだら多分そうなんねみたいな僕がやで、僕が万が一やな、僕が万が一死んだら、僕が死んだら多分あんな風にあのバーンって出張買い取りみたいなんで全部持って帰ってもらって、雑多にやで、大雑把にいくらとかってやられるんやろうなとかってちょっと思ったな。はい、はあ、今日はほんまにね、あの電気屋さんやな、電気屋さんで家電量販店で久しぶりやけど値切ったわ、ほんま家電量販店で値切ってもうたわ、ほんま。あれね、値切ったら割り引いてくれんねやって、家電量販店やで、あの値切ったら値引きしてくれてね、うん、言ってたわ、数で言うとったで、あの 5% やったら引けますって言って 5% 引いてたもんなじゃあ他で買ったら他の方が安かったんや、他で買った方が安かったのにやで、他で買った方が安かったのに、安いやんって他で買った方がって言ったら、あの負けてくれてん 5% ところ家電量販店で 5% は値切らなあかんねんみたいな家電量販店で値切らなあかんねん思ったもんな。 5% やったら引けますって言って、それやったら最初から 5% 引いときゃいいのにな、言えへんかったら引けへんねん 5% は。ビビったわ、ほんま家電量販店で 5% 引けんねやみたいな、ほんまに引いとったもんな、うん、ちょうどこれぐらいになったやんって言って、他やったらって言って、他やったらってもう買ってんやんか、一回他で買って、で今日行ったら高いから他で買った方が安いやんって言って、言うたら 5% は引けますんでって言って引きよんねん。で引いたやつで、引いた伝票かなんかで、あのレジ行ってきてくださいとか言って、これから家電量販店やな、どこか個人的に聞いてくれて教えてあげるけど家電量販店は値切らなあかんねやみたいな、 5% 引いてくれたもんな。もうびっくりしたわ、 5% 引いてくれて、やったぜ。結構額が大きかったら 5% も大きいからなっていうところで、今これ堺筋、堺筋
もうあとはガソリン入れて、ガソリン入れて帰るだけやね。今ちょっと暑いからエアコンつけてもらったけどね。あの、対エアコンやん。エアコン使う習慣ついたら、あの、あれやで、暑さ寒さに体が、あ、追いつけへんかったら困るからな。うん。すごいな、こう、トヨタの車は、航続可能距離やん。航続可能距離がね、あの、暑かったら伸びひんねん、全然。今もそうやで、ずーっと減り続けてってもんな。最初満タンの時は620ぐらいになっててんけどな、この車。620って書いてあってんけど、今もう389まで下がってきたもん。うん。およそ100キロぐらい走ってるけどな。うん。やっぱエアコンのせいなんやろな。燃費自体はね、燃費はね、15. 何歩やねん。この車。平均燃費が 15. 何歩やねん。15は超えてんねんやんか。ずっと。15超えてんねんけど、航続距離が、あの、少ないのは多分エアコンのせいやろ。マツダもせいで。ディーゼルマツダもあの、あれやねん。エアコンだけつけとったら航続可能距離が減ってくんねんな、あれ。あの、多分軽油が減っていってるからやろ。うっとうしいな、タクシー、こいつ。このタクシーうっとうしいね。前行きたいんやろな、空いてるとこに。タクシー嫌いや、ほんま。ほんまタクシー嫌いや。大阪万博始まったらやで。大阪万博始まったら、ほんまになんか白タクやったろかな思うよな。お金取れへんねん。ガソリン代だけ払ってきて、ガソリン満タンにしてもらって。で、送り迎えだけやな、万博のところまで。ガソリン代だけで、やってあげるよ、みたいな。はい。あ、マクドナルドあるやん。今なんかナゲットが安いらしいねんけどな。ナゲットは。あそこのマクドナルドは駐車場がないのよな。昔からあんねんけど、あそこマクドナルドが。あ、コーヒー缶も懐かしいな。コーヒー缶懐かしいわ。昔を言っとったあの、ロイヤルミルクティーやったっけ？コーヒー缶の。ロイヤルミルクティーがめっちゃうまいね。コーヒー缶、うん。今日はもういいけどな。今日はもう、後ろの後部座席がプラモデルでパンパンになってもだまだ。この前やな、あの、この前行った時にね、店の店員がやで、いいんですかっていうような金額のものを買った矢先にまたやってるもんな。うん。物の価値観ってどこにあんねやろうと思うよな、なんて言ったら。うん。昨日やったかな、その最後の2品ぐらいやな。まあまあでかいから、最後の2品ぐらい1個だけおろしてんけど、最後の1個はやっぱり積んだままなんやな、まだ積んだままやねん。で、開けたら、やっぱり、ああ、ようできとるわい、みたいな。うん。見たことないもんな、あれからもそうやし。過去にも見たことないし、多分これからも見ないと思う、多分。これからも見ない、あれは多分ね。僕が一人で見て楽しむだけに、のみ存在すんねんみたいな。なあ、お昼ご飯もまだ食べてないもんな。もう4時やけど、16時やけどやで。朝食べてからお昼食べてないもんな。朝フレーク食べて、フレーク食べた後、薬飲んで1時間ぐらいして、なあ、フレークで薬飲んで、で、1時間経ったから、っていうことで思いついて大阪に出てきて、これから帰るね、みたいな。近くに学校があるぞ。ないない。士官学校時代を思い出すな。ないない。うん。今日外国人の人に3回ぐらい写真撮られたわ。シャーセンオーリスな。オーリス写真撮ってる外国人の人めっちゃおった、今日。それとあと店員さんがね、あのちょっと面白かったんがね、あの未開封やねんけど初期不良で傷んでんねん。どこのメーカーか言えへんけど、
うん、言ってたわ。初期不良であの袋はっていうかケースやな、箱は開いてないねんけど、箱は開いてないけどあのパーツが溶けてる言うとったな、うん、パーツが溶けてんねんって言って、外国人の人にそれを言わせようとしてんねんけど外国人の人にあの初期不良やねん内容は、うん、初期不良やねんけど、なあ、あの、どうすん、どうやって言うんやろな。で、またその初期不良のやつがね、あの今のあれじゃないのよな。ちょっと前にブームがあったようなやつが、ちょっと前にやっぱ外国ではちょっとブームが遅れるんやろうけどな、うん、今更みたいな、今更みたいなやつがね、初期不良やね。見たら確かにテープとか貼ってあって、シールがちゃんと初期のバージョンのシールが貼ってあるんじゃん、初期ロットやねん。けどあの中のパーツがぐちゃぐちゃになってるのはやっぱりメイドインチャイナやな、チャイナのせいか。今日はちょっとあれやで、お店の人も気張ってくれたで。車まで運んで、車まで持って行きましょうか言われて、いやいいです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 とか言いながら、で帰りがけたところやな、帰りがけたところをなんとショーケースに入ってるやつがパーン目に留まって、両手が塞がってんのにやで、両手が塞がってるところにあれっていうやつがあって、でチュッ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 ってこうやってもうすでにめっちゃ買ってんのにやで、ちょ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 とか言って、ちょっとショーケースちょっと開けてよ、それショーケースって言って、ショーケース開けて、でショーケース開けて、ちょっと中身してもらっていいとか言って、箱だけ見てんけど、箱がやっぱり違うねんな、箱が違ってて、ついてる金額も違うかって、ついてる金額も、あらこれもしかして初版じゃないのって言ってなあ、僕もあれやな、見ててショーケースに入ってる箱だけでやで、箱だけで初版かどうかが分かんねえみたいな、何七夕の後かいなこれ、この枯れてるなんかあのこの木の枝は、そここやろ、向こうにもあるけど枯れてる木の枝、向こうも枯れてるやん、まあ、暑くて枯れるやろそら、水もやれへんかったら。シャア専用オーリスも悪くないねんけど、これね、シャア専用オーリスも悪くないけど、やっぱりフィアットかやっぱりあのアルファロメオ、フィアットかアルファロメオぐらいで行っとけんかったら、フィアットかアルファロメオで行っとけんかったら、わかんねやろな。バンバンバン言うてるやろ、このねバン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 って言ってんのはね、実はトランクにあのスターウォーズの本やん、この車のトランクにスターウォーズの本が10キロぐらいあるスターウォーズの10キロぐらいある本がねトランクに積んであって、でそれが重さでバンバン言うてんねん多分あれ天神祭りなんかな、今日何日、今日は23やったかな、24、25ぐらいが天神祭りやからか、あ、そうやな、25日って書いてあるな、通行禁止や、うん、今日はけどすっごいで、店にあるものほぼやな、店にあるものほぼ全部買い占めたみたいなところで、うん、なんか食べて帰りたいねんけどな、この大阪にいてる間になんか食べて帰りたいですよな、なんか食べて帰りたいわ。このままやったら、あ
176、このままやったら176で、176で、モスバーガー176、176号線でモスバーガーか、かーや、そのまま突き抜けてやな、バーン突き抜けて、171で、171でびっくりドンキーとか、171から回って171でびっくりドンキーや。最近結構行ってんな、びっくりドンキーびっくりドンキーか、あー帰ったらご飯あんねんけどな、お昼が間に合えんもんな。そう、お腹だいぶ空いてんねんけど、今買い物するときはお腹減れんねんけど、買ってからお腹空くわ。うん、どうしようかな。びっくりドンキー、あのロボットが持ってくんねんな、びっくりドンキーは。あの食べ物ね、ロボットが持ってくんねん、ウィーンとか言って、あーとか言ってな、びっくりドンキー、あーびっくりドンキーかな。コンビニでもいいねんけどな、コンビニでちょっとリッチなサンドイッチか、リッチなサンドイッチとおにぎりぐらいでサラリーマンかよみたいな感じやな。サラリーマンが、サラリーマンがご飯食べられへん時ってこんなんや、走りながら食べるみたいな、すごいな、オバマ大統領みたいな人やな。な、オバマ大統領なんでこんなとこおんのみたいな言うとあかんやつやな。今日はもう寄り道ないねやんか、実は先に寄ってるから、先にめっちゃ買ってて後ろにめっちゃ乗ってんね今。ございます。